よし、明けましておめでとうございます。開拓田舎暮らしサンタのところ、伊藤サンタです。サンタのところ、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 サンタのところ。令和2年2020年、始まりました。いろいろね、こう大晦日に、のために作った動画とかが上げれずにね、多分こう一緒くたにこうなかなかね、あのタイミングよく、動画を上げれずにいるんですが、これは今日中に上げて、明けましておめでとうという感じで、お伝えできたらなと思っております。昨日からね、ようやく、雪も降り始め、風もちょっとついたかな、吹雪。まあ、天気予報でなんか言われてるほど夜市は吹雪かなかったかなという印象でね。僕の昨日はね、兄貴の家に行って、一緒にね、あの紅白歌合戦を見て帰ってくるっていうような年中行事をこなしてきました。健太、いいよ、よし。結構ね、こう去年家畜を死なせてしまってから、ちょっと精神的に弱ってたんでね、自分の足りないところにばっかり目が行ってきたんですけど、まあできたこともね、あの多々あるなと。このかまどもまだ、あの向上の余地ありますが、ちょっとずつ使ってます。かまどドラム缶のかまどね、ビニールも貼ったし、去年か、この車変えたのもね、うん、あの順調に、タイヤも新しくなって、これも去年作ったんだな。こう締めた鳥を逆さに吊るしておく、この骨組みも去年作って、よいしょよいしょ。キッチンもね、だいぶあの見えてきたかなという、そのフレームというかね、こうで、何よりもね、この第2傾斜、第3傾斜がね、第2傾斜はもう稼働し始めてるし、第3傾斜もね、あとは壁作るだけかなというところまで来たというのが、2019年の大きな成果かなと思っています。こうとにかくね、やりたいことがこうたくさん湧いちゃうので、絞るっていうことをね、消化時の移植もしたし、そうだ、ね、苗もらってね、こっちのブルーベリー、しかもいいブルーベリーだな、先輩からいただいたブルーベリーの苗を、植えまして、こうブルーベリー畑の面積もちょっとずつ増えています。小太郎くんはね、出て行ってしまいましたが、コタハウスちょっとずつ手を入れて、ちょっとずつ片付いてます。今年もちょっとずつ前に進んでいくでしょう。今年はね、あのあたるちゃんの動画でこう、僕は抱負は何だって聞かれてね、こう家出するなんてちょっと言ってみたんですけど、コタハウスにね、移住してみたいなというふうに思っております。小太郎くんが越冬できなかった、しなかったか、うん、コタハウス僕がチャレンジしてみたいなと。あと今年ね、やりたいのは、この母屋ね、ちょっとね、家族5人で住むにはね、まあでも世の中もっと小さいとこで、狭いとこで暮らしてる人もいる、まあ物がね、こう子供のもの、僕のものも母屋にはほとんどないんですけど、嫁さんのもの、まあ、家族全体のもの、とにかく狭い、狭苦しい中でね、男兄弟3人がもうケンケンガクガクやると、もううるさくてね、夏場、春から秋にかけてこっちの小屋で僕暮らしてるんですよ。でもね、断熱がないので、冬さすがに
去年一昨年11月まで頑張ったら体調崩しちゃったんで、今年はね早々と10月で切り上げて母屋に帰っているんですけど、なかなかこうね子供がいる空間で集中力が保てなくてですね、いろんなことが、子供のせいにしちゃいかんね、自分の集中力のなさを、体調崩したといえばね、この間去年ね暮れにあたるちゃんと忘年会やってから、その直後にねちょっと風邪ひいちゃってね、一回体調崩してルーティンワーク崩れるとね、なかなか今もなんかねこう戻りきらないというかね、そんな、感じなんですよね。まあこう大晦日の動画でもひよこやねニワトリの報告はしたので、今年の展望に向けてのことを語っていきたいかなと思いますね。もうすぐこう、雪があるうちにこの木、梨の木切ってしまって、この空間をもうちょっとね利用したい。ここね、まあ、割といいとこって、いいとこってどういう意味って感じだけど、でこう家を柵で囲ってやっぱ動物を放し飼いしたいなと思うんですけど、どこまでいけるかな。まあ一歩ずつ柱を立てて、まあやっぱ最小限から始めるってことが大事だから、まずはこの空間か、この空間柵で囲ってみるか、なんてことをね考えております。そのためにもねこの梨の木、抜根まで行って、こう結構斜めなんだよね、こう平らにするっていうことが常にこの土地での作業の懸案というかね。昨日から積雪10センチってところかな。まあ果樹の人たちはねやっぱりこう雪降らないで気温が下がると、木が傷むのでみんな心配してるんでね、やっぱある程度は降ってほしいなと。除雪は大変だけど、そんな声がねちらほらと近所からも聞こえてきます。そんなこんなで2020年のサンタのところも一歩一歩進んでいきたいと思います。ケンタもよろしくね。お座り。せ。はい、ゴローン。開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは、目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。